して左折です。この車に乗って、君のためにいくつか手を加えておいたよ。レーシングラリースタイルは本当に簡単よ。スプリットが速いほどいいポジションとなるわ。空からペースノートを渡すからよく聞いて。悪魔の峠へようこそ。試験員を通って登り、狭い橋を渡って下る高速アスファルトルート、準備ができているといいけれど。俺も。5、4、3、2、1、 GO! ミディアムライト、プレスト、ミディアムレフト、プレスト、ハードライト、イージーレフト、イージーライト、ヘアピンライト、イージーライト、ミディアムレフト、ミディアムレフト、その後ハードレフト、ハードレフト。タイムだけど、減速していいということではないわよ。3、続いてハードライト、ミディアムレフト、その後ミディアムライト、ハードライト、橋、ハードライト、ミディアムレフトへ、イージーレフト、イージーライトへ、ヘアピンレフト、イージーレフト、ミディアムライトへ、ハードレフト、ミディアムレフト、ハードライト、ハードライト、フラットアウト、ハードレフト、ハードレフト、イージーライト、その後ヘアピンライト、ハードレフト、ミディアムレフト、ハードレフトへ、ミディアムライト、ヘアピンレフト、ミディアムライト、イージーライト、イージーレフトへ、フラットアウト、続いて橋、ハードライト、ミディアムレフト、ミディアムライトへ、ミディアムライト、ミディアムレフト、ハードライト、ミディアムレフト、フラットアウト、ヘアピンライト、イージーライト、ミディアムライト、その後ミディアムレフト、ヘアピンレフト、クレスト、イージーレフトへ、クレスト、イージーライトへ、クレスト、続
いてイージーレフト。もうすぐゴールライン。私の言っていることがわかる？密閉された表面はより速いレースを意味する。速いほどいい。複雑ではない。あんたの論理を責めることはできない。味方をしているわけではないけど。そうか、彼と一緒にロードレースをしたらしいな。メキシコに戻ればたくさんあるぞ。でも俺たちはシエラヌエバにいる。そして本物のラリーはオフロードを行きダートに入ることが全てだ。レースイベントに向かう丘を通り抜ける素晴らしいラフランだ。俺がこれをどのくらい計画してきたか知っているか。大雑把な推測をするとかなりの時間だ。すぐにそっちに向かう。あんたの計画を見せてもらおう。400メートル先で左折です。